こんなもんでいいですか。こんなもんでいいですよね。はい、どうもこんばんは。何してるかって？テレビをきれいにしてたんですよ。あ、うるさいですよね。うるさい。はい。まあ、うるせえよ、クソメガネっていうことなんですけど、つい先ほど電話があったんですよ。どこからって？NHK からですよ。得体の知れない、まあ、電話番号からですけど、携帯ではなかったです。市外局番03だったんで、固定電話ですよ。で、電話がありました。で、動画には撮ってないです。化粧してたんで、その時に携帯鳴ったんですよ。携帯鳴りまして、まあ、とりあえず撮ってやろうかなって。で、撮ったら、NHK ですけど、みたいな。NHK の誰々です、みたいな。解約の手続きのお電話をいたしましたみたいな菅とか須田とかなんか戸田とかなんかそのような人方でした。で、僕のね、テレビなんですけど捨てますよね。えだってさ、隠すと思ってますまあ隠しても、あ、普通に見れますよ。壊れてもないですよ。どこも故障してないんですけどね、もったいないですよね。皆さん、何インチぐらいですか？これ40何インチですかね？40何インチかわかんないです。どこ書いてあります？これ。40何インチだと思いますけど、で、僕買った時、10何万したんですけど、これ。まあ、今もっと安いですよね。40何インチでもね、3万とかそれぐらい買えるんじゃないですか？はい、っていう感じで、あ、それで、明日にしました。明日来ていただけますかってね、聞いたところ、明日の午前中で、明日の午前中に、まあ僕の自宅の方に来ていただいて、まあこれがあるかないかってね、確認してくれるってのことなんですね。ねえ、ほんとにね。ねえ、かわいそうにほんと。はい、っていうことで、まあ明日動画上げれるかわかんないんですけど、まあ来た時は、まあ撮影してやろうかなとは思ってます。ただ、以前電話した、まあ、NHK 受信料特別対策センターのなんかわけわかんないクソじじいと違って、声聞いただけで、まあイラつく感じはしなかったんですよ。ね、もう電話での対応は良かったなとは思いました。はい、ということで、まあ、気になる方は、また、明日以降の、動画も、お楽しみに。わかんないですよ。解約できるかどうか。でもできると思いますよ。テレビがないか、ね、あるかないかの確認と、なんか簡単な、なんかね、書類になんか記載してもらうみたいな。って言われたので、まあ大丈夫だと思います。はい、っていう感じで、今日は、タイトルは決めてないです。で、これ、うるさいなっていうことなんですけど、誰の曲だと思います、これ。これなんですけどね。これ出すよりちょっと読みますね。音楽 AI で、曲を作ってみた。とりあえず、簡単そうな AI ソフト、ミュージック弦でいいんですかね。わかんないですけど、ミュージック弦でいいんですかね。を、使い、プロンプトを、いくつか入れてみてオリジナル曲を、作ってみました。何ワードか、入れただけですが、まずは、やれることからやってみますっていうね、ツイートなんですよ。誰だと思います？クソメガネなんですよね。クソ、ちょっと見えます？クソメガネのツイートです。クソメガネ。で、この顔あるじゃないですか。これ何？これなんかバンドマンみたいな。これバンドマンでもないんですよ。これも AI なんですよね。少々お待ちください。どっかにあったと思います。あ、これ、これです。これ。8月7日の、クソメガネのツイートで、AI アーティストの背景に、観客が入りました。っていうやつです。っていうやつです。まあ、実際ね、存在しないですよ、これは。で、これに、昨日ですね、まあ、曲を乗っけたっていうことなんですけど、何したいんですかね。お兄ちゃんに負けたくないみたいな。俺も曲作れるよ、みたいな。作曲できるんだよお兄ちゃんみたいな、そのアピールなんですかね。で、まあそれ以外も、まあ、ツイートあるんですけど、まあ相変わらず、クソメガネは、遊び歩いてるってことですね。まず、2時間前は、まあね、いつものですよね。はい、これちょっと見えます、見づらいですかね。読みますか。母の幸せタイム。超久しぶりに、朝ランしてみましたが、汗の量半端ない。空を見上げると、水彩画のような、水色っぽい青空で、なぜか、母とのドライブを、思い出しましたっていうね、この写真になります。そう、写真になります。で、まあその他はいいですか？
ね、遊び歩いてますよね。ね、本当に。で、次なんですけど、まあ、クソジジイが、こちらをご覧ください。昨日ですね、ツイートになります。これ、昨日、今日、何でしたっけ？ジャパンプレミアムがあるわけじゃないですか。ね、あると思うんですけど、あ、チケットは売れてましたよ。転売も調べたんですけど、こちらをご覧ください。まあ、取引中になってるんで、まあ、すべて売れたんじゃないですか。2万も3万も、5万5千も。これすべて、まあ、完売したと僕は思います。まあ、買い取ってはないでしょう、スタッフが。まあ、わかんないですけど。で、これ昨日、僕気になったのは、昨日なんですよ。これ昨日、ね、韓国でね、なんかパフォーマンスをするっていうツイートあるわけじゃないですか。で、ツイッターの方でも、まあ、写真と、まあ、映像を探したんですよ。もう何かしらね、誰か上げてるだろうなと思って探したんですけど、ないですよね、これ。そう。これ見たかったんですよね。まあ何をしたのかもわかんないですよ。そう、わかんないんですけど、ね、まあパフォーマンスをするってね、ツイートしてるんで、まあどうでもよかったですか。で、今日が、これジャパンプレミアムレッドカーペットで、7日は、ニューヨーク、そしてロンドン、SF?LA と、続く予定。張っていく前に、また倒れそうっていうことなんですけどね。ね。信者の方はね、よっちゃん大丈夫、無理しないで、みたいな。スケジュール管理、スタッフできてんの、できてんの、みたいなね。ね、よっちゃんの体は一つしかないんだよ、みたいな。クソ信者があって。いうことです。で、こっからは、今日タイトル決めてないんですけど、バンド紹介の方、行っていこうと思います。で、コメントで、いただきました。大丈夫ですかこれ。僕失敗したんですよ。失敗したっていうのは、調べたところ、YouTube に曲がなかったです。誰もこのバンドを上げてる方がいらっしゃらなかったです。で、それ何かと言いますと、まず写真はこちらです。まあ、似たようなバンド、他にもいるじゃないですか。まあ、いると思うんですけど、まあ、バンド名が覚えやすかったんで、ギブスです。ギブス。カタカナで、ギブスっていうバンドを、紹介していこうと思います。で、これ、まあ、コメントでは違ってたじゃないですか。まあ、ギブス紹介してくださいとは書いてなかったんですけど、要は、ループアッシュですよね。まあ、レコード会社。ですよね。ループアッシュからこちらをご覧ください。まあ、所属してたアーティストで、まあ、選んでくださいというか、まあ、この中から紹介してくださいっていうことで、あ、これ以外にもありますよ。これ以外にもあるんですけど、まあ、わかりますよね。なんすか、アイオリア、アンカフェとか、その辺ぐらいですかね。あと、ミチルプロジェクトぐらいは、まあ、聞いたことがある方がいらっしゃると思います。それ以外は、ね、かなりマイナーですよね。だから曲、なかったですもん、YouTube に。ギブスっていう曲、バンドなんですけど。なんで、調べることは、まあ、調べても、出てこないとは思うんですけど、もしかすると僕の見落としの可能性もあるんで、まあ、YouTube なりと、まあ、SNS を、漁ってみてください。で、次は、メンバーの方ですね。ギブス。1年活動してたか活動してないか、もう1年弱ぐらいだと思いますよ。ライブが、2003年に、6本ぐらいです。まあ、6本ぐらいしか行ってないです。で、メンバーは、これ4人ですね。もう1年弱でさ、ギター2人変わってるんですよね。で、右が、全身バンドになります。で、作品の方は、こちらです。デモテープ、マキシングルが、2本と、シングルが1枚、リリースされております。乗ってないのこれ。ねえ。そこそこ、聞けないですよ、このバンド。聞けなかったと思いますよ。で、これが最後です。ビデオです。VHS は、ビデオになります。1本と、オムニバスが、2本、リリースされております。本付き。で、ビデオは、非売品とのことです。はい、ということで今日は、ギブスっていうバンドを紹介しました。誰か持ってる方いらっしゃるのかな？あ、このバンドなかったですよ。今までコメントでギブスを紹介してくださいっていう、ね、コメントはなかったんで、知ってる方もね、少ないかもしれないです。で、何か、まあ、YouTube であるかもしれないんで、ね、URL でも、まあ、もしよろしければ、貼っておいてください。ね、ほんと。
話戻りますけど、皆さんだったら捨てます？これもったいなくね、これね、まだ見れるんですよ。あ、立花さんみたいにぶっ壊します。ちなみにこれなんですけど、これ僕のあの腹筋マシンです。これ僕毎日やってるんですよね、これ。あ、これだ、まだ僕NHK との解約方法。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。